はい、皆さんこんにちは、マイノリです。ちょっとね、うるさいですね、これね。はい。前回、初心者向けです。前回、カフェか、の説明をしましたんで、今回はオレゴンやっていきます。で、一番ね、よく、守られる、一番最初に守られると思うのが2階だと思うんで、まあ、2階をまず説明します。で、2階説明していくんですけど、ここのね、まず教えておきたいのが、工事と開通なんですけど、ちょっとやりますね、パパッと。まず、ここの、屋根裏と、ボム、子供のレンズ、開通ですね。それから、ここですね。はい。ここの1枚の壁なんですけど、ここを、まあ、通れるようにする場合と、足元だけ開けたりする場合があって、まあ、とりあえず通れるだけ、通れる感じでいいのかなっていうのが、まあ、こっち、敵はね、開けてきて、これ覚えておいてほしいんですけど、この壁開けてきて、ここで設置するっていうのがよくある敵の流れです。攻め方。なので、ここから入ってくるのを抑えるためには、ここをしっかり開けておかないと、全部ね、閉まりきってると敵は簡単に入れちゃうんで、まあそのための開通。で、あと、このボムが守られてる時に、ここから、階段、キッチン階段なんですけど、そっちを見れる。まあ、両サイドから見れるための、見るための開通ですね。で、あと1個ラストですね。これがラストです。こっち、ここの、壁、ボム管の壁なんですけど、ここね、まあ、1枚補強することが多いです。で、まあ、よくあるのは左。こっち補強して、どっちもあるんですよ。どっちも右だけ締めるパターンもあるんだけど、基本は左。補強の右足元開通。もしくは、通れるような穴。っていう風にします。で、この理由を説明しますけど、敵がこうやって W 窓から攻めてきて進行してくるときに、簡単に入れないようにするため、入るときにここ開けてると、ボム中の人が入りをね、ずっと見とけるので、入ったときに倒せる。ということで、ここを開けとくことによって敵がこの W 窓からボム中に入りづらい。まあ、そのための工事です。で、来ない場合もありますよね、こっち。よいしょ。もう細かいことはちょっと省いてね。来ない場合っていうのが、例えば敵の進行に合わせて、ここのボムから向こうに行きたい時に移動できる。まあ基本的にはローテートホールとしてこうやって開通しておくのも大事だったりします。はい。で、あと、この際ちょっと説明しますけど、車線、覚えておいてる車線なんだけど、ここですね、こうやって、開通しておくと、よいしょ。キッチン階からの進行っていうのをここから押さえておけます。よく足元だけ工事して、足元工事でこうやって、伏せで見ることもあるんですけど、この車線は絶対覚えてください。このね、キッチン階段上がっていって敵が攻めていこうとした時にここから押さえておけるっていうような工事ですね。はい。で、あとはね、まあ、ここ補強してと、ちょっと補強場所はまあもう大体わかると思うんで適当にやっててほしいんですけど、あとここの補強ね、あとここの補強っていう感じだと思うんですけど、ここからじゃあ、おすすめの守り方のお話するんですけど、まずね、まあ、おすすめの前にここの、娯楽と、こっち側ですね、共同寝室台、ここはねめっちゃむずいです、守るのっていうのが、ほぼほぼここ開けられるのはもう決まってて、なかなかここ開けられないまま、開けさせないまま守るってのは難しいので、まあ、開けられることを前提で考えてください。開けられた後に、ここの娯楽を守るのが結構むずい。まあ、ラペが来たりとか、ここからの進行ももちろんだし、このキッチン階段からの進行もあるので、であと、ここの記念ですね。ここからの進行っていうのもあるので、そう考えると、この辺の共同寝室台、この辺の中と、あとこの娯楽っていうのを守るのは、かなり車線管理と敵の進行、具合っていうのを把握する力が必要なので、初心者には結構難しいです。はい、それをまず最初で知っておいてもらって、僕がおすすめするのはこっちの子供部屋。ここはさっき言ったここのですね、W から来てるんだったら W からの色をずっと見とく、はい、だけだし、もし、来てないんだったら、ここね、ここからキッチンの入り、はい、まあ、ここ引いた位置でね、右から見えない位置でずっとここのキッチンからの入り、キッチン階段からの入りっていうのを見とくでもいいし、基本的にはこの2方向ですね。向こうは味方に任せるので、難しいことはしない。初心者ね、難しいことはせずに確実に味方で貢献できる場所を守りたいので、W からの入りとこのキッチン階段の進行、
で、あとラストもう一個が、ここですね。敵が連通開けてきた場合に、こうやって進行してくるので、ここですね。はい。こうやって車線が通るので、この、子供から押さえてあげるっていうような感じになります。で、ここで一個注意してほしいのが、ここのね、車線っていうのは、敵も、まあ、見てるもんだと思って進行していきます。なので、のんきにこうやって、例えばずっとね、めちゃくちゃピークして、こう流して見てると、敵は、こっからの進行後っていうのが、絶対ここを見てくるので、ここね、こうやって見てくるので、のんきに見てると、撃たれて、先覗きとかで撃たれてやられるんで、まあ、やられない程度に薄く見て、はい、撃って引くとかでもいいし、まあ、ちょっと、牽制するぐらいでいいと思うので、で、まあ、ここを守ってくれる人とかもいると思うから、まあ、多くて3つと思っててください。基本的にはここの W の入りとキッチンからの進行、移動。で、もし連通起点だったら、まあ、ここも一応ね、見てあげる。まあ、この3つだけです。なので、基本的にはもうずっとここだけで完結するので、そこがおすすめポイント。オペレーターはまあ何でもいいと思います。もう自分が好きなオペレーターで。僕はよくミュート使ってますけど。で、こっから話すのは少しプラスアルファで覚えておいてください。ここでの、守りに対関しての立ち回り方。今言ったらずっと待って待って、敵を待って戦い、倒す。っていうのと、もう一個ね、戦い方が実はあって、落とし戸って基本的に開けられてると思います。自分がショットガンとか工事できる何かがあればもう壊しておくのが絶対というかまあ壊しておいた方が敵としては攻めづらいです。ここの落とし戸ともう一個さっき言ったすぐ横の落とし戸ね、この落とし戸、はい、開けておくと何がいいかっていうと、まずねどこがいいかな、ここの W 窓進行してきてるっていうのが分かれば下降りてよいしょ、ここのですねセキュリティのここを工事しておけば W からの入りっていうのをずっと下から見れます。もしやりたいんだったらこれやってみてください。めちゃめちゃ簡単に倒せます。で、あともう一個ずっとこのボム守っててこっちね守っててキッチンから敵が来てるっていう時にここだと進行してここに進行してくる時しか撃てないじゃないですか。深海来てるっていうだけの情報の場合この辺とかで、はい、この辺にいるとかこの味方と打ち合ってるとかっていう場合に一個戦う方法としてはこっから、はい、暇だったら降りてこう行けば簡単にキッチン階段の人と、まあ、戦えるとか倒しに行けるのでもしやれそうだったら落としをポンって降りてこっからすぐぐるっと回ってキッチン階段の敵を抑えて倒しに行くとかっていう立ち回りはできます、はい、これも覚えててくださいね。で、それから、ここの、はい、連通から来てる進行し来てるぞっていう時にもし余裕があればこの落とし戸ポロッと降りちゃってこっから会議ですね、会議に入っちゃってこの落とし戸をずっと見ます。はい、こうやって見てあげれば敵が通っていくのでそれを倒すだけですね。ここでずっと下でもう敵の進行を待っとくだけで連通進行っていうのを抑えられます。はい、っていう感じであそこのね、子供に待っとくだけなんだけどずっと待っといてもいいし自分から展開を起こしたい人は今みたいに落とし戸降りてから、立ち回るっていうこともできるんで、まあ、それで言ってもおすすめの守り方だと思います。ここねちょっと今の下から見てた会議から見てたやつは敵はここからしか進めないんでこの細い通路ここ進むところを下から押さえてあげればいいので見方はまあ自分の見たいように見やすいように見てもらえればここから進行できないようにしてあげればいいのでここまで行ったところをここから打ってもいいしね、はい、その辺は自分のやりたいようにやってください。はい、まあそんな感じかな基本的には。あとはまあ C4 持ちだったらここで設置してるんだったらここからね、はい、C4 こうやってポイッと投げればここで起爆すれば飛ぶので、まあ、そういう戦い方でもいいし、うん、あとまあいろいろあるけどちょっと初心者向けなので一旦はここまでの説明にしたいなと思います。じゃあ次地下守りのお話しましょうか。ちょっとそのまま行きますね。地下守り
はい、ということでちょっと地下に変えたんですけど、ボム。まずね、工事パパッと、まずは、バンカーとのローテートホールですね、ここで。それから、洗濯とボムのローテートホールでね。で、最近はですね、ここの2枚閉めずに1枚だけの補強にして、左を開通というか、まあ車線通して、バンカーに対してね、バンカー進行に対して圧をかけれるように工事します。で、あとここは、階段ですね。タワー階からの進行っていうのを、まあ、しづらいように工事する。で、ラスト、ここですね。ここは、まあ、右補強、左補強、どっちもあり得るんですけど、基本的には左補強の右開通が多いかな。はい。こうすることによって、例えばロビーから進行してきたときに、レートを守ってる人がカバーできる。まあ、車線作れる。っていうのと、逆も一緒ですね。レートから進行してくる敵に対して、このボムから、抑えれる、戦い、撃ち合えるというような射線になってます。はい、まあ、そんな基本的な工事はこんな感じになってます。はい、で、おすすめする守りはね、ここのミラコベア。ここね、よくミラ貼るんで、ミラコベアってちょっと言いますけど、ミラコベアでの守りが僕はおすすめです。はい、こうやってね、工事すると、よいしょ。この冷凍の進行というのが見れます。ここからね、この車線で。はい、まあ、ちょっと、このミラコビアの守りで守るべき場所を説明します。ちょっとわかりやすくね。今言った冷凍からの進行っていうのを見ますよね。で、それからロビーからの進行っていうのが見れますよね。で、あと、このバンカーから、もしバンカー取られて、敵が進行してくるんだったら、このロテホくぐってくるので、バンカーからの進行っていうのを見ますね。で、あとね、設置ですね。敵の攻める、流れとしては、この辺を一帯をしっかり取り切って、柱っていうんですけど、この辺取り切って、最後に今落とし通りとか、バンカーからの進行の人がここで設置。お、まあ、ちょっと見といてみる。ここで設置が本当に多い。基本的な攻めの流れ。なので、ここのミラコビアで C4 持ちを選んでおくと、この上ですね。上に通せるので C4 を、はい。で、ここで起爆すれば、ここにいたプレイは飛びます。なので、設置音とかが聞こえると思うんで、ここにいればね。はい、設置するなっていうタイミングで、ポイと投げて、あ、上ついてもった。やべ、失敗した。取れない。取れないけど、もうこの上を通して、これごめんなさい。今失敗しましたけど、めっちゃ簡単です。簡単なのに失敗しました。はい。さっき一発目の感じで投げて、起爆する。で、設置を潰す。もしくは一応、この落とし通りが分かった場合、落とし通りに対しても、ここなんで、ここから C4 まっすぐポイッと投げれば倒せたりとか。まあ、ちょっとこの辺はいいかな。とりあえず設置を潰すための C4 持ちですね。っていうのが、このミラコ部屋で入るっていう感じです。基本的にはもうそれだけ。見るべき場所っていうのは、見るべきというよりは、見れる場所ですね。こっから見れる場所っていうのが、冷凍進行で、ロビー進行。それからバンカー進行で設置ポジっていう風に見れるので、ここにいるだけでかなりの方面が見れる。で、もし怖い人は基本的にはもうピークせずにずっと、例えばバンカーからの入りだけずっと見といて、他はね、味方の位置見て味方に任せて、最悪最低限のここだけ抑えて、で設置来たら C4 投げるっていうことをしてれば大丈夫だと思います。まあだからやりたいことは設置潰しですよね。この辺とか進行されないようにしながら設置をしっかり潰し上げる。まあもう C4 がなくなった場合はもうこの辺を潰してからもう設置潰していくとかね、いろんなことやんないといけなくなるけど、それはまあどこのボムでも一緒のことなんで。で、次もう一個ちょっと説明したいのが冷凍守りですね。冷凍守りっていうのは、ここのロビーからの進行、敵の設置っていうのは、まあ知ってると思いますけど、ここでは設置できないんで、この部屋では。ここに入って初めて設置ができるんで、はい、それを抑えればいいだけなんでね。冷凍に入りたい人は、はい、冷凍からボムに入る人を抑えておく。あともちろん冷凍からの進行っていうのも抑えますよね。ここ登ると、こうやって、見れたりもします。はい、あとは、ここのバンカーのロテホをこうやって見てあげるとか。はい、それから、さっき言った設置ポチをこの位置から潰し上げる。これ絶対見れるんで、絶対見えるので、ここから潰し上げる。ね、あとは、柱。
柱からの進行を抑えておくって感じの、守りになります。まあ、一応おすすめはミラ小部屋なんですけど、もしレートを守りたい人はこんな感じで見える車線はありますよってことですね。まあ、その辺抑えてもらえれば、あとは、まあ、自分の好きなところを守っていけばいいと思うので、味方の配置見ながらね、はい、とりあえず見れる場所、見るべき距離はそこから抑えれる場所っていうのを説明しました。はい、じゃあちょっとラスト、1階の守りでね、1階の守りに関しては実はね、ちょっといろいろ考えたんですけど難しくて、説明が敵の攻めとかがバラバラだったりするのと、あとボムがこのですね、食堂キッチンの場合とキッチン向こうですね、会議、はい、キッチン会議だったりするんで、それでもちょっと説明が難しかったんで、なんか注意すべき場所みたいな感じで説明しようかなと思います。軽くね、ごめんなさい、ここに関しては軽くで説明します。まず敵の攻めのテンプレを覚えてほしいんですけど、敵はここのですねスモールタワー取り切って、この壁まず開けてきます。でこの壁開けられちゃうとどうなるかっていうとですね、ちょっと適当に開けますね、皆さん。まずほとんどの位置に車線が通ります。この階段から、はい、ほぼほぼの位置に車線が通ります。で敵のしたいこととしては、ここでプラントです。この位置、よいしょ。もしくはここにボムがあるんですけど、本来ならボム裏の設置、はい、どっちかですってなった時に、これを抑える手段としては、もうここにいる人が打ち合って倒すか、もしくは木とかで、足を起きちゃった、木とかで耐えるっていうことが必要になります。なのでめっちゃむずいので、この辺をうまく立ち回るっていうのは初心者の方にはなかなか難しいんで、おすすめはできないんですよ。でそうなるとどこに入ればいいのっていうことなんですけど、守るべき場所はここの通路とか、このね、シャワールームなんですけど、ここも難しいんですよ。なので、もう消去法じゃないけど、ここになっちゃうんですよね。ここ、まあ、ここ今開けましたけど、今補強されてて、ここをずっとこうやって敵がね、ここから来るんで、こっちここから来るのを抑えとくぐらいの仕事、まあ、開通場所としてはここがねよく開通されてるんですけど、ここで敵のこっからの進行を抑えとく、あとはこの敵がねもしセキュリティ取ってくるんだったらここを抑えとくっていうことなんですけど、ここで難しいのが、相手が向こうのね、スモールタワーからの攻めだけじゃなくて、もしくはあそこを攻めずに会議側、こっち側から攻めてくる場合があります。会議取ってこの壁開けてこっちで設置っていうことがあります。そうなった場合に、はい、ここで抑えたかった自分としては、やべ、会議からも来てる、ここも抑えないと、ここも抑えないと、ここも空いてるし、この辺でもう抑えきらないとっていう風になって、車線がどんどん増えていくので、どっちにしろ難しいんですよ、相手の攻めによっては。なので説明が難しいので、今回1階に関しては、まあ、注意ポイントというか、敵の攻めるルートですね、今言った会議取って会議開けてここで設置、もしくは向こうのスモール取って壁開けてここで設置、それかこっちで設置っていう敵の基本的な流れを覚えてもらって、それにもどうにかね対応してもらうしかないので、まあでもこの敵の攻めの流れっていうのを分かっただけでも、なんか守り方なんとなくね自分でも思いついたりしてると思うので、まあまずは最低限この敵の流れっていうのを覚えておいてほしかったっていうことで説明しました。あともしここのねキッチン会議が、ボムだった場合っていうのは、敵はタワー取って、このタワーを取ってこの壁開けてきます。ちょっと適当に開けるけど、この壁開けて、ここのどっかで設置してきます、このボムので。そうなった時にここの落とし戸っていうのが結構ポイントになってきます、会議攻めに関してはね、はい、その時にまあ、ちょっと2階守りの時もお話ししたこの落とし戸ですね、はい、こっからここっていうのは全部見えるんで、進行っていうのは壁からのね、
見えるので、ここを、まあ、死守しておけば敵は進行できないっていう風になるんだけど、それは敵も分かってるんで、この壁開けてきたりします。そうなった時にこの、屋根裏の取り合い合戦が始まるんで、まあ、もちろんここはね最初補強しておいて、壁開けられたらここでずっと敵の進行を抑えて、はい、最後はもうこのボムに対する進行を抑えてとかっていう流れになるんで、結構複雑です。なので、ちょっとねめちゃめちゃ考えたんですよ。どうやって初心者の人に、おすすめの守りを説明しようか考えたんですけども、こういうどういう攻めをしてくるかっていうことしか伝えられないので、あとはもう自分で、敵の進行とかを見ながらセンスでもう守るしかないんかなっていう、感じかな。はい、ちょっと俺がむずいね。まあそんな感じです。というわけでちょっとね難しくて説明できない部分も多かったんですけど、最低限のところはこれで、理解してもらってれば嬉しいなと思います。はい、そんなわけでまたなんか質問とかあればコメントでお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。